んばんは、トンメイドです。皆様いらっしゃいませ。ウーレンアシカでメイドをしております、トウヤメイコと申します。いらっしゃい、いらっしゃい。よいしょ、エンドメリークリスマス。え、お弁当許されないの？なんてこって。あれ、あれ出た？ちょっと大丈夫？え、雪のたちゃん、コメント、なんでコメント出てんのよね。でもね、声かけてくれてありがとう、大丈夫。ありがとうね。こんな時に出ないとかある？あれ、今ちゃんとあれ出た？スパちゃんの出た？はい、シュパー。そしてね、皆様のお名前もね、呼ばせていただくんですけども、その前にですね、ちょっと最初コメント欄になんか見つけられなかったんだけど、あれどこ行っちゃったかな、スーパーチャットの履歴をね見てまして、見させていただきまして、ファミチキだよね、先払いということでね。はい、サバヤくん、ナイチョパ、ファミチキさん、ありがとう。先にね、こちらをお伝えさせてください。はい、ではね、改めまして、皆様コンメイトということで、お名前を呼ばせてください。ギフトを送られている、ギフトをね、どこから履歴見れるの？ギフト履歴はどこから見れるの？ギフトも、ギフト、どこから見れるの？スーパーチャット、スーパーステッカー、スーパーチェンキュークスローして、誰さ？あなたがどこ？ちょっと待って。あれ？ねえ、なん、見つけられないの、なんで？サバエ様から、わかりました。ではサバエ様、ナイスギフトもありがとう、ありがとう。いるじゃないか、サバエくん、ありがとう。スーパーチャットギフトを取ってくれたの、ありがとう、ありがとうね。はい、ありがとうございます。そう、ドッドッドドドッドドドッコに履歴が見れるの？ YouTube の裏側を見ているかくれんぼ上手。はい、まずね、じゃあお名前の方ね、呼ばせていただこうかな。コメヒデ様、いらっしゃい。リア充監視頑張ろうね。あ、ちょちょ、クリスマスの夜楽しもうね。ありがとう。はい、しおり様、いらっしゃい。来てくれてありがとう。頑張ったりしようね。うん、ちょっとコート脱ごうか。うん、天宮様、待機ありがとうございます。いらっしゃい、来てくれてありがとうね。カツニ定食様、待機ありがとう。待機完了、嬉しい、ありがとうね。いらっしゃい。架空様、待機ありがとうございます。いらっしゃい、来てくれてありがとうね。夜猫様、待機ありがとう。いらっしゃい、来てくれてありがとう。嬉しい、ありがとうね。そしていつお様、待機ありがとうございます。いらっしゃいませ、来てくれてありがとう。そしてリゼリア様、待機ありがとうございます。いらっしゃいませ、来てくれてありがとうね。コウシ様も、大気ありがとうございます。クリスマス仕様ね、いらっしゃい。
氷の杉様、大輝ありがとうございます。嬉しい、ありがとうね、来てくれてありがとう。マグチュア様、大輝ありがとうございます。いらっしゃいませ。ゆっくりしてってね。ワン様も大輝ありがとうございます。ゆっくりしていって、来てくれてありがとう。みんなコンメイトもありがとう。メリークリスマスもありがとう。夏木様いらっしゃい。コンメイト、ゆっくりしたてね。そして幽玄様、コンメイト会いに来てくれてありがとう。いらっしゃい、来てくれてありがとう。みんなコンメイトもありがとう。カノダ様もいらっしゃい。コンメイトありがとうね。そしてユウキ様、コンメイト来てくれて嬉しいです。ありがとうございます。いらっしゃい。大桜様もありがとう。コンメイト来てくれてありがとうね。ゆっくりしてってくれると嬉しいです。でね、さっきもね、読ませていただきましたけどね、雪のタッチ様もね、ありがとうね。コメントありがとう。あいしょ。林様、コメント。ハロー、ハロー、ハロー。Thank you for coming! ありがとう。片付けしてたね。クリスマスってなんだろうね、ゆき様。ただね、クリスマスって、クリスマスって名前のついた日なのよ。しょうもないな。サンタが来てくれる日らしいよ。ありがとう、みんなメリークリスマス、ありがとう。よいしょ、ヘンズ様、コンメイト。来てくれてありがとうございます。Thank you for coming! 受けてくれてありがとう。ギフトもね、教えてくれてありがとうございます。ゴミヒデ様の最初のとこにね、ナイスバーナイギフって書いてあったので、そこでね、あっって思ったんですよ。ただね、そこの履歴がどこで見るかわかんなくて、ちょっと聞こうと思ってたの。ね、ありがとうね。落ち着くにはメイク、ほんとよな。あなたはどこ派？ナナチキ派？実は今日ね、買いに行けなくて、コンビニまで。スーパーみたいなとこで売っているお惣菜の手羽中のチキンにしました。でもね、普段はね、L のつく場所の、私は L ですのパリチキが最近ハマってます。サワエ様もね、ありがとうね。いらっしゃい。そして花伏様、コメントありがとう。嬉しい、ゆっくりしていってね。エルノー様、コメント、ワインもう一個開けたの？すごいね、あにゃいね。何飲んでるの？メリークリスマス、みんなありがとう。そしてコメント様、リア充監視頑張る、ありがとうね。爆破落ちする？衣装かわいい、敵ありがとう。ランベル様、コメントありがとうね。クリスマスは家族と過ごす日。家族と昨日だっけ、一昨日だっけ、戻って過ごしてたけどね。お仕事頑張る日だったよ。それから我や投与監視隊、必ずリア充どもを見つけ出し爆破し撃滅します。お家に座っちゃおれ、メリークリスマス、クリスマス。ごめん、入れた、まーちょちょ、ありがとう。検索の方もナイキビッ、ありがとうね。ありがとうございます。みんなに送られておる。
やーそう、ゆうた様はコメントでございます。ありがとうございます。そして大根とにゃんこ大成層チャンネル様、こんにちは、いらっしゃい、来てくれてありがとうございます。嬉しい、ありがとうね。せやぐらい普通に話す。ありがとう、いらっしゃい。いいね、そう、先日あの帰ってたの、冥界に。そのお話も今日していこうかなって思うよ。うん、ぼかしてもバレバレね。アリス様コメント、ありがとう。そこまで言ったならいいよ、本当に。エルカップ、エルカップ。今ここで私はエムって聞こえてちゃう。私はエル、どちらかというと座り方はニア、私はエヌ。フリーブリーズワンズワンズワンズスマーズ、ハナクンタマミシャシャマカン、サキフォーカミング、いらっしゃい、ハリマラクルスマーズ。イレブンのエルこじらせすぎやろ。ありがとう。こっちだって回りないするよね。お手でそぞろい。リム様、コンメイトでございます。みんなぼっちじゃないよ、メイク。今みんな見て。今ここのみんなと一緒にいるから。大丈夫。可愛いと面白いですね。嬉しい。ありがとう。ありがとう。生まれてきたのはリア充を爆破するためだったのか。今そこへダイナマイトを仕掛けてきた。コメント欄に言ってこようか。怒られるよな。Lカップで M、 とんでもねえやつだ。マジロン、メイコの M なのに座り方 L と。ちゃメイコ N だ、ニアじゃん、メロじゃないんじゃ。仲間がいるよ。そのメイコいるからブチじゃないよ。僕は一人じゃないんだ。ダメで、シンジ君寝とくる。そう、寂しい夜を救ってくれた。ありがとう。今僕はウォッチじゃない、そういうこと。地球も冷めてきたよ。30分前に温めてスタンバイしてたら冷めてきたよ。パーティー会場とかだよ、コース様。いらっしゃい、ありがとうだよ。ガチャつった。はっはっはっ、カチ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 。みんなが一緒にいるクリスマスさん、そういうことよ。コメント逃した方いる？大丈夫？なんか読めてる？なんかすっごい不安になる。みんな来てくれてありがとうね。クリスマスだからさ、家族と過ごすとかさ、まあお友達と過ごすとかさ、忙しいと思うのよみんな。それをさ、ありがとうね、みんなね、来てくれてね。はぁ、今日のね、配信はですね、まあ概要欄にね、書いてあるんですけども、ちょっとお待ちになってね。概要欄に書いてあるんですけども、あ、そう、プレゼント届きました。ありがとうございます。ちょっとね、どうしてもバタバタしてて、お礼をね、ちゃんとね、述べられてないんですよ。でも、ここの場で言ってしまうというより、ちゃんと個別にお礼をしたいんですけども、米秀様、ギフト届きました。お誕生日プレゼントいただきました。ありがとうございます。すごい嬉しい、誕生日プレゼントありがとう。ね、もう早速飾ってあるし、クロちゃん出てきたし、あわわわクロちゃん出てきちゃったシーンなんですけども、届いております。ありがとうね。お友達は19時で解散した。ありがとう。はい、もうね、あえてじゃあえてってないやん。ちゃんと個別でツイート作れますので、少々お待ちくださいませ。本当にありがとうございます。はい、いつからコメントになるデータを錯覚した。アイゼン出てくるんか。24日も配信してくれてありがとう。明日も配信したいなと思う。明日ちょっと面言で配信したいなと思ってるんですけど、ちょっとね、体調がね、思わしくなくてですね。聞いてくださいな。この辺もお話しいたしますから。そう、好きな人と過ごす日なんでここに来た。嬉しい。じゃあメイコのところだけにいてくれてる、ありがとね。
朝から湯ですらない。なるほどね。だいぶあれだね。プレゼントありがとう。22時57分は寝てた？お土産話待ってた？そのメイク白いからホワイトやで。そんなさっき言うと、今日だから お茶にします。お茶にしました。聞いてください。お仕事して。なんか今日はちょっと体調おかしいなと思ってね。熱を測ったら38度6で帰るみたいなね。で、イブを飲んでギリギリまで寝てたんですよ。さっきの22時、告知しなきゃと思って告知した後倒れるように寝てて、そしたらね、今ね、なんかね6度9と反対側が7度なので熱下がったのね。で元気になったので、あ、もうこれ配信できるわと思ってやることにしました。で無理はしたくないので今日お酒は飲みません。メイコはね38度6、クリスマスに38度6ってもうやだ。ゆいか幽閉しなきゃ。あのね、みんなを心配したさせたいわけじゃないから、明るく言うね。本当にもう今大丈夫だから。で今日はね、作業しないで配信終わったらちゃんと寝ようと思うから大丈夫です。そう、ご飯食べてね。早く寝なさい。ガチャガチャ。なんで今日サナちゃんのあれ出ないの？あれが違う。ちょっと待ってね。今お呼びさせていただくんですけども、ちょっとお待ちになって。声が裏返った。こ明るくてほしい。元気。今元気。2枠目やるぐらいは元気あるんだけど、ちょっとね、ちゃんとね、そこはね、自重するから大丈夫。もう、そんな、子供じゃないんだから、体調ぐらいちゃんとね、理解しております。来た。さっきは出てなかったな、これ。ありがとう。大丈夫、配信音は寝るからね。ありがとう。メイコは39度に寝込んでる。メイコはメイコだった？寂しいけど今日早く終わろうね。まあ、ほどほどにね。そして、ゆうたさんもありがとう。ゆうたくん。なんちゅっはゆっくりするよ。ありがとね。ありがとうございます。姉貴の子供、めいっ、あ、おいっ子じゃなくてめいっ子、ごめんね、読み方間違えた。めいっ子めいっ子だった。はい、というわけで今日はやばい、気抜くとね、あのね寝ながらねドラゴンボール見た。はい、本日は何をやるか、今日ね1時ぐらいまで、新宿のライブカメラでクリスマスの街を眺めながら監視する。イエーイ。はいよ、寝ろ。だい、あの熱下がった。寝ながらドラム寝ろ。メイカ影は増え。寝てもらって、いや、なんか言われると思ったか言わないかどうか迷ったのだけど、明日の枠がちょっとできるか不安なのを正直に伝えようと思って、変にさ、ごまかしながら隠すのもさ、だ、今日はお初いしなかったじゃないですか、めっこ。なんかちょっとね、体がおかしいかもしれないというのは感じていたの。それでお初いで、今日クリスマス配信やるよってね言えなかったんだよね。万が一を考えて、最悪の体調だったらできないかもしれないと考えてできなかったの。今日はね、スナイパーみんなでやるよ。エペックス知ってる人にしか伝わないかもしれないけども、あれです、一発でも当たれば楽なので。一発でも当たれば楽。チャーライディです。正直寝たまい。それはそれと早く寝ると言っていい。ありがとうね。今日は大丈夫よ。乗り時が危ないから。そうだね。ありがとう。
もうだからあの、そう言わない方が心配。そうだよね、言わないでこうさ、何にもさ、ツイートもしないでこやつはさ、クリスマス配信で枠だけ立ってんのに、こいつは配信予告もせんで何なのだと思った人もいるでしょう。ごめんなさい、ちょっと体調悪かったっすね。そう、明日も無理はしないから、一応メニュー予定ではございますけども、まあやれたらやるっていうスタンスで、まあ明日一応もしかしたら名言あるんだなってぐらいでね、メンバーの方はちょっと思っていただけたらと思います。はい、ロケランノーズ寝て出てくれ、私はなんか結構吐き気からでございますね、シャンヌシェン、うん、ね、だから楽しんでこう、無理はしないから大丈夫、大丈夫、子供みたいにね、大丈夫で、今日はですね、目覚めて、ね、コンビニのチキンみたいな言い方したので、メイクコンビニのチキンを嘘つかないように買ってこようと思いました。ちょっとね、帰り際にちょっと手に入れられる範囲のものを一応買ってきたんですけども、体調おかしいかなと思ったから買ってきたんですけども、その後買うことができなくてね、コンビニのチキンじゃなくてちょっと嘘ついちゃって、惣菜のね、な、手羽中って書いてあったんだけど、手羽中チキンとなんかポテトサラダが売ってたの、ちっちゃいの、それをちょっと今ね添えて、ケーキみたいのはなんかね、チョコのロールケーキがいちご添えておきました。うん、そんな気にしない、手羽中手羽中って書いてあった、ファキュージにどっからロケットランチャー持ってきて、途中建物型ブッシュドノエルなのかな、でもね普通のチョコのロールケーキだと思う、これブッシュドノエルってあの木の枝みたいなですよね、あれなんかね全然ね、そういうケーキじゃない、なんかちょっともうカットされたちっちゃいやつ買ってきました。でもブッシュドノエルっていうことにしようかな、そしたら多分丸まってるしいいでしょ。手作りブッシュドノエルがある、ほんとに食べろかな、ロケランテキタイミーボーズの前です。あ、なんだっけか、シティハンター、いいね、ザハトリテ好き、姫がクソうるさいお嬢様のことではないですお菓子の方ねフミツキ様、クムメイトです、いらっしゃいませ、来てくれてありがとうございますというわけでですね、まあ、この配信を通して誰かしらね、ここでコメント欄に今映ってるからって言ってくれる人が出てくれたら嬉しいんだけども、まあなかなかね近場じゃないとかそうじゃない方もいるし、こんなクソ寒い中ね外出るの嫌なって方もいると思うので、まあ、ちょっとねツイッターのね、ツイートできてるかな、ツイッターとかでね少しでもね可能性を広げられたらいいなと思うんですけども、イエーイメイクさんは映ってるでーみたいな人がいてくれたらちょっと面白いなとは若干思ったよ。シティハンターは新宿、そうなんだ、今から行く、行けるの、行けるんですかコンフォンさんはカメメイトです、新宿のねライブカメラ今メイコンもね見ております。バンから唐揚げ屋さん、バンからとかの韓国料理とかね、いろいろ映っているラーメン屋さんとか、概要欄に URL 貼ってあります。明日の朝5時になれます映り込みに来ますかねなんかバンからってひらがなで書いてあるけど、これ何、全面配信、あ、バンからだね、ゲンカラか、ぬくぬく聞きながらね、逃げた、ありがとうね、みつき様。というわけでね、新宿のね、ライブカメラを見ております。まあ、なんとなくのイメージ、渋谷よりこっちの方が、結構は雰囲気が、なんとなく落ち着くのでね。歌舞伎は挽回。挽回。挽回するか、極寒の下映り込み待機してる人いたら面白いね、確かにちなみにもう見てますからね、この画像出した、まあ、出す前から開いてるんだけども見ております。
みんなは見てるかな。あの双窓できない方はあれですけど、サンタ帽子の中人写ってるの。意外とカップル歩いてますわ。白いコート着たお姉さんと、うん、今日も無理より明日の元気を届けほしい気持ちとさせて、仕方癒しちゃうとの気持ちを見せますが、ご探検にご注意ありがとう。受けの立ちもありがとう。優しい、その本当に優しいコメントありがとう。ありがとうね。そしてもう一度ありがとう。今からと12時10分ぐらいに行ける。まだ見てるけど、まだ見てますけど無理はしないでね。でも映ってくれたらちょっと面白いな。そのそのコメント何に、ユンユンさんはありがとう。ハートがあるんだよね。新宿のどこのカメラ？ですね、新宿のね、あの概要欄のね、あの共に見るのはということで書いてあるんですけども、ちょっと今ね、URL あるね。これ1の方かな ?2 か。でも結構お一人様であるね。え、意外とそんなカップルだらけじゃないね、新宿。歌舞伎町だからって。さあ、投げキッス！まっかん！カポン君？ありがとう。ナイチョッカー。まガイラスしてくれるのはサンタからの時ものだそうです。コフォンサンタさん、コフォンサンタさん、ありがとう。ナイチョコです。仕事上に行くってみてて、新宿は家と反対方向だ。諦めた。あ、反対方向なんだ、遠いね。でこの時間でも外出てる方多いね。男性2人で歩いてる方もいらっしゃいますし、いいね。ナイスアートか。新宿も利用者少ないね。うん、新宿ってクリスマスに合わないのかな。でもね、さっきね、あの渋谷のね交差点もちょっと見てたんですよ。でもね、意外とまあそんなにカップルカップルってわけでもないよね。かき氷が地味に笑える。寒い寒いって。ページカメラ狙いアイテム探す、呪いアイテム。ラビー様コメントありがとう。そう、あー、カップルあるだろよん。カップルあるだろよ。はい、まあね、このようにね、別にカップル歩いてるから何じゃないよ。別に微笑ましいよね。別に寂しくないしね、ここでみんなで過ごしてるしね。あ、女の子2人で歩いて声かける。ホテルで発するわね。本当にかき氷いいな。いいかな、上飲んだ方だよ、コメロ。ロケラン準備よし。ロケラン打ちましょうか。あれ、これ若干距離離れ、女の子一人に男性三人、お友達同士なのかな。うん、やっぱ結構カップルだなこれね。歩いてるわ。せーの、6時間。アナザーレイさんもありがとう。いらっしゃいませ、来てくれてありがとう。リッター打ち抜きます、お願いします。はい、今振り向いた、男性が振り向いた。こちらの会話が聞こえているようだ。イヤリングが鏡になっていて、キラッと銃構えてるスナイパーを見てるかもしれない。ええ、カップルいるって言ったら、だ3組ぐらい歩いてきた。うん、今の姫感ありました。姫、あはん、一人でタンドルチキン食べてビール飲んでたから、私もリア充です。いいメイクも今ね、冷めたチキンまだ若干高い、食べよう。
報告が助かる。スティンが持ってきて盾もがたかたハーフルを、ここが爆破されたらもうそういうことだね。チキンを食べよう。チキン冷めちゃった。冷めたチキンのワードやばい。冷めたチキンみたいなさ感じになれてやだから、今日だからそこ口できなかったよ、体調ので。レイコじゃなきゃ見逃してたな、ほんとそれ。お、ハッピーリズムキー、ハッピーハロウィン、ハロウィン、ハロウィン、メリークリスマス、いらっしゃい、ハロー、サンキュー、ワルコム、マイソリー、ありがとう。配信でコメントしながら楽しんで、我々は、そう、新宿より、新宿より。あ、女の子2人でいて声かける。あ、女の子3人で歩いてる、2人で歩いてる、おー、カップルだ。女の子、あ、ちょ、絶対美人いる。絶対美人いる、あれ。声かける？ワンカラ美味しい。そうなんだ。唐揚げ屋さん？ラーメン屋さんか、これ。ラーメン屋か、発音。ね、左側の2人はね、呼び込みです。最初ね、もう3人ぐらいでいたんですけども、途中1人になって、今、また1人戻ってきたね。まあ、多分シフト制というかね、あれでしょうね。あ、ラーメン屋さんなんだね。なるほどね。冷めたチキンだけども食べていこうかなと思います。ちょっとね、もぐもぐしつつやるよ。あ、でも旅行バッグ持ってたからちょっとあれかな。あ、白いジャケットでね、お揃いカップルか。食べてから喋る。寒いからね、交代交代だよね。平成ワールドでモクモクするの。すっごいと入りそうだよ。あ、かなんでマスク外した？お、よかったよかった、見せつけられるかと思いましたが、カップル歩いてる。あ、でもバンカラに入るよ。入んなかった、迷ってる迷ってる、男性が迷ってる。あ、入りました、1名様ご案内です。あ、まだ入らない。あ、あ、やめた、あ、やめちゃったの。ああ。ドンキの帰り、冬場のスカート寒くない？いやー、意外と大丈夫ですよ。まあ、寒いっちゃ寒いですけど、可愛くいたい方が強いかな。あミニスカ意外と、いい。あ、だっただ、どうしたどうした、なんか一人の男性がなんかすごいふらついてきたけど。酔っちゃった感じ、私酔っちゃったみたいな。あ、いいな、ブーツ。ブーツいいな、あの女性絶対美人の横に男性おるわな。そういうことか。メイコミニスカでさ。メイコね、今ロングでございますけどもね。メイド服はそんなに長くないよ。おしゃれは我慢じゃ。なぜ断念そうなのか。酔っ払いか。そう？ファッションは、うん、我慢。そう。あ、でも男性、お一人の方も多い多い。大丈夫大丈夫大丈夫って何。え、みんなかき氷何好きですか。ロングから資源見るのがいいんだ。あー、これ男性横、女性二人、どっち金髪のどっちだったんだろう。ハイパーボール50円。ハイボールだったわ。あ、ハイボール50円は安くないですか。宇治系の時いいよね、かぶってるね、二人とも仲良し。カルビスストレートが好き、いいね。黒蜜も美味しくないですか、きな粉とか。でも宇治系の時わかる。メイコね、ピーチ好きなんですよ。普通のかき氷屋さんというよりはちょっと洒落た感じのね、かき氷屋さんに多いんですけど、ピーチのさ、フルーツも一緒にクラッシュされて入ってるやつ、いちごスカカパン。実は夫婦なんだ。なるほどね。
カルビスロックで練乳、ちょっとデカメラに手をと思ったけど終電だ。あー惜しい。高橋さんビーチいいよな。15 15。ハイボール50円用ないの、飲み行く。ハイボール50円。でもメイコハイボール飲めないかも。ハイボールってビールとジンジャーエールでしたよね、確かね。ビールのジンジャーエール割りですよね。東京異様に酒が安いんだよね。まあ、そう入っちゃえばっていうね、入ってもらわないとね。違う、あれ違いました。あ、ウイスキーと炭酸か。あ、ウイスキーと炭酸、ジンジャーエールではない。ハイボール飲んだことない。あ、ハイボールはウイスキーか。ウイスキーにジンジャーエール入れてたのかな。炭酸か。ありがとう、教えてくれて。ウイスキーか。ありがとう、ありがとう。焼酎ね。焼酎の炭酸割りも美味しいよね。なんかちょっとごてごての服の方もね、やっぱ見かけますよね。あの、バンカラの前にいらっしゃる方は、バンカラ入るかどうか待ち合わせなのかな。アルチュー、カラクラさんが怒るぞ。怒られちゃうぞ。メイコ知ってるよ、知らなかった。やめれ、恥ずかしい、恥ずかしいからやめて。恥ずかしい、ソル。あ、ピンクのガラガラ弾いてる。なんの、ライブ行く感じなの。ちょっと地方から出てきてライブで、まあ、新宿とかのネカフェ泊まろうかなみたいな、そういう感じ。リスナー説。あれ、バンカーの前すごい人がいつの間にかちょっと目離してた。出てきたのか、食事後のお客様ね。リスナー説。バンカーに入るわけではないのか。あの手のキャリーケースに足引かれた。ガラガラにね、ガラガラすんだよね。あの、人が増えてきたね。サイコロニキに目立ちますね。ネキかな。あー、あの一人の女性いいね。あれ、うんうんうん、入り口止まらないでください。このあのハイボール50円の前でもさっき呼び込みがいた気がした。座り込んでる人もおるわ。元気ね、みんな。女性に目がいく、目が肉食説。やっぱ女性歩いてるのいると見ちゃいません。客引き禁止だからテントに立ってるだけ。なるほどね。触れちゃいけないしね。なんか一応ね、こう呼び込みというかね、声かけだけなのかな。ね、こんな夜なのに元気ですよね。もう言うて11時半ですからね。カップル歩いてきたな。金髪と兄さんとツインテお姉さん。お、クリスマスの格好した人が歩いてたね。一緒に見かけたら声かけたくないね。まあ、この辺で声かける人はね、お店のスタッフさんになりませんかみたいな方もね、あるかもね。客引き OK なんだろうか。結構繁華街で、そう、ダメ、あの、触ったりとかしちゃダメなの。ねえねえって触っちゃダメだと思うし、よかったらどうですか、ちょっと触れてもダメだと思うよ。なんだったかな、そういうのね。朝にはもんじゃ焼きもどきが、うちのチコチが、最悪、最悪よ。デロンデロンになってる。酔っちゃったな、ゆきさん。あ、どう、あ、え、あ、あの膝ついてる人？ハイボール50、ハグしてる。新宿声かけも禁止。あ、そうなんだ。じゃあ立ってる人って何してんの？初めて会ってたらコンカフェのかゆにゃいさん。消すか。消すか。こんなさ、こんなさ、こんな物騒なコメントある？
消すか消そうやばい踊り始めたねハイボール50円のハイになっちゃった方々がねハイになる人かこっちでもハイになりするロケラー撃つかしおり様とこから撃ったらどれぐらいかかりますここに到着するのタバコ吸ってる手前のあの人がリスナーだったらあーなんだ青いジャケットの人すごい走るね許せない腰に手を回すな踊れよロケラ持ってかないと1日以上かかっちゃうかハローってまあでも男性同士で遊んでらっしゃる方も多いお仕事してる人いるよ偉い偉いじゃないかすっごいねこの道すごい結構歩いていくゴミ捨てするのにそんなに歩くの10分ぐらいパトリオ10分ぐらいで来る手振ってるねて振ってくれるのかわいいもうなんか手ぶんぶんに振ってほしいリスナーさんだえっ嘘えっ行ってくれたの踊ってるまたまあ家です。ちょっと違った。なこ様、いらっしゃい。来てくれてありがとうございます。今んとこカップルをちょいちょい見つけております。そう、多分見つけながら冷めたチキンを食べております。冷めたチキンって言うな。全然食べてない。ちょっとね、体の不調でね、コンビニまで行けなくて惣菜のところのコーナーにあった手羽中のチキンを食べております冷めたチキンうん。今日はですね、熱が38度6分ありました消化にも食べる、確かにねポテトサラダにしようかな。うわ、女性二人で歩いてるぞ。あ、絶対可愛い。左側サンタさんの格好してる。いいね。寝てもらって、いや、今大丈夫、今大丈夫。あの、無理やりね、下げてきた。ナンパしてきてもらってね。あの、成功したらここに成功したって書くんやでえ、あ、そうそうそう、それでですね、おいしい、静岡か電車で新幹線使うと1時間2時間なんですか ?3 時間はかかないのかなどうなんだろうわるよごとだよでなーでもダンスなんだよすごいありがとうよいしょ、ちょっと真ん中も変わってよ。マシキング草。よいしょ、よいしょ。
Yes. Shall we dance? はいはい、そこのお姉さん、名前なんていうの？僕と一緒にムシキングしない？ダメかな？2時間ぐらいなんだ。なるほどね。思ったより人いるんですよね。女性お一人様と終わりです。お一人様お取りだからなんだって。声かけろって。ムシキング懐かしい。ムシキングって何するんですか？カブトムシが戦うのかな。赤い髪かと思ったら帽子か。あ、でね、先日までメイクメーカーの方にちょっと戻っててね。わ、カップルだ。カップルだ。あー、手のつなぎ方がね、いいですね。いい夜景だ。でね、先日ね、メーカーにちょっと戻ってね、まあほぼお仕事したんですけど、まあ妹と一緒にね、いちご狩り行ってきた。いちご狩りに行ってきました。まあ正しくはその近くにあったカフェに来たかったんだけど、なんかね、どうする、何するってなった時にいちご狩りにちょっと行ってきた。なかなか行かないよねって話しながら、何年ぶりみたいなね、話をしながらね、いちご狩りに久々に行ってみたの。うん。っていうのもね、メーカーにあるいちごのね、それがなんか一個ね、すごい美味しいのがあるんだって。なんかふと食べ物の話してる時に、メイコがそんなにフルーツ食べんのよなって話をしてて、桃とかは食べるんだけどみたいな。で、いちご、そういえばさ、最近美味しいいちごをお母さんから教えてもらったって言って、へー、なんの？いちご狩り行ってきてって言って、いちご狩り？いちご狩り？いちご狩り行ったの？みたいな話だったんだけど、近くにね、すごい美味しいね、コーヒーシェイク、すっごい美味しいコーヒーシェイクがある、お店があるらしくて、うん、まあ、近くって言ってもちょっと離れてるんだけど、そこだけ行くのもちょっとあれだから、いちご狩りも行くみたいな。いちご狩り行ったことない？練乳つけてた？あと入った？あ、なるほどね、いちご狩りでね。あー、いちご狩りしたことない。なこさんも、メーカーのいちごって変わるのかな。救急車？うん、メンバー限定、トウヤ、メイコといちご狩りツアー。ヘビイチゴみたいなやつかもしんないね。いちご食べるメイコエッチ、そうなの？どんなや。いちご狩り近くやってるね。メイコもね、なかなか行かないよ。そう、この寒いけどシェイク飲みた。え、飲まない？寒い時。消防車か救急車じゃ。音の違い。メイコがいたやつを、おいしい、おいくらのいちご狩り？まあ、ちょっとね、値段とかあんまり細かく言うとね、あれだから、まあ、まあ、1000円から2000円の間っていう言い方しとくね。なんかまあ、冥界のね、場所の関係で。そう、寒い時に食べるアイス美味しいよね。思ったり安い、ほんと？言われもし大事。そう、なんかね、美味しかった。まあ、冥界ね、そんなに都会じゃないので。まあ、遊び行く場所みたいなね、ちょっと限られてるんだけど、ちょっとね、でも本当に久々に行った。すっごい食べた。もうお腹いっぱい無理と思って出てきて、ヘタの数えたら15個だった。いちご3000円ぐらい食べれると思ってた。じゃあそれよりはちょっと安いかも。うん、みんなどれぐらい食べる？結構食べたと思うんだよね。
苦しい、もうダメだと思って、いちごもうダメ、いらないいらないと思って、結構ダメだと思って、ヘタの数々と食いしん坊、いちご15個も食べちゃった。いちご狩り結構安い、決められた範囲も決められた範囲くわ、得意とかす。食べ放題食べたことない、なるほどね。15個で仲良いになるもんか、水分みたいなもんだからね、違うね、結構50個くらい食べれそう。すごい。今の3色の頭、レディーたち3人組、レディー3人が2組いったけども、いいぞいいぞいいぞとは。30か40個くらい食べる。でもいちごさ、1パックって結構少ないじゃないですか。あれに比べたらいいよね、いっぱい食べれたかな、満足食べれたなって思った。うん、なんかね、意外と空いておりましてね、メイコと妹の他にね、一組のあの男性のね、おじさん、おじさま、ダンディのおじさま、ダンディって言っちゃう、うん、あの、ま、おじさま二人組のいちご狩りに来てらっしゃる方がいた。その2組ぐらいだったらすごい空いていたよ。レイにしか反応しない。なんか一息に減った、これ なんか波があるのかな、おじさんかぶり。イバック一緒ね、ダンディといちごの組み合わせ。いいでしょ、いちご狩り行くとめちゃめちゃトイレ近い。あ、そうなの、そういう利尿作業み、利尿作業。おじさんカップル珍しい。男性2人組も歩いてきたよ。レディー2人組歩いてるよ。いいやん、いいやん。あ、お仕事終わりの方々がゴミを捨てている、多分。呼び込みの子もいなくなっちゃったね。言うても12時ですからね。あ、でもまたちょっと増えた。こんな時間でもこんな人多いんだ。意外とね、いちご狩りってあのメイコね、その前に行ったのはだいぶ幼い頃に連れて行っていただいた気がしてね、親にね、なんかその記憶があったから、なんとなくあの子供の方とかがね、行くのかなと思ってたけど、まあ、メイコと妹の他にも、あの、おじさんのお二人だけだったから、あ、意外と大人が来るもんなんだな、なんていうね、認識がそうなんだと思って、ちょっとね、思いました。ね、思ったより人がいる。日付変わっちゃうね。どっちがウケっぽかった。そんな質問ある？そんな質問ある？どうしたどうしたどうした、手前で男性2人が絡み始めた。あー、もうお店のね、2人も寒いなーって言いながら歩いてますね。寒い寒いって、家族連れが多いイメージね。そういうメイコもそういうイメージがあったけど、まあ2組しかいなかったけど、2組ともね、シンプルイズザベストに2人が水押しに来ましたね。絡み始めた、草。男性2人が絡み始めた。喧嘩ね、してないね。そのハイボール50円って書いてある看板の下は割となんかちょっと酔ってる方とか踊ったりとかね、ちょっとテンションがね、バグテンションね、上がってる方もいらっしゃいますけど、人増えてきた。これ、え、でも駅、そういうこと、え、これどっちが駅、奥が駅か、なんでこんな人の群があるんだろう。ハイボール50円巡ってけ。それは面白い。バグってる。違う違う、バグってない、バグってる。あの、テンションがね、上がってらっしゃる方々もいらっしゃるからね。うん、いいなっていう話よ。よいしょ、元気だなーって。あら、心配してくれてんの、ミスタータロウ。Thank you. 大丈夫。Fine. Fine. I'm fine. Very fine. シーコー様、
こんばんは、いらっしゃいませ。来てくれてありがとうございます。ハッピーメリークリスマスということで、クリスマスの夜の街をなんとカウシチュ、婚約忘れてた。婚約してしてほしいな。して、してねって、なんかね、ねだるのはいいんだっけ、なんか高評価をお願いしますはいいんだっけ、なんかね、あるよね、強制させちゃいけないみたいなね。インク様、メリークリスマス。 Thank you! Very happy! メリークリスマス。メリークリスマスか、あと5分か。左側にしてるペットボトルペットボトルさっきのオッケーだったもん、ほんとちゃんとサマくんメイトありがとう。高評価してくれると嬉しいな。コメントとかもね、盛り上がるとね嬉しいなって思うし、みんなとね一緒にいられるのが嬉しいな。かき氷食べたいな、見てると。あ、いいね、海外の外国。なんで背中にテーマしてる、カップルおるで。あ、カップルおるでな、カップルおるでな。でさ、パウダースノーが待ってる。わあ、雪いっぱい。警察に通報しないと治安悪すぎやろそんなんで警察に通報するの、危ないよ。署名機ちょっとアブして、今ちょっと画像すぎる。アブこれぐらいならいい。よいしょ。あ、ハイボール50の前にぎわってきたね、ほんとだ。どうも助かる。いいな、飲み終わったんだろうな。これ何時間飲むんだろう。2時間とか3時間とかなのかな。また人が少なくなった。ラーメン食べたーなるね。ポテサラに入ってるキュウリがカリッカリだ。パリパリやった。もぐもぐ。そう、みんなのチキンとかね、お酒ね飲みながらね。メイクちょっと今日お茶なんですけどね。このカメラ初めて見る。歌舞伎町別のカメラ見るんだ。なんかこれと反対側から見てるようなのとありますよね。今日はちょっとこっち側にしてみたの。どれがいいか分かんなくて、差し置くは助かる。もぐ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 ラーメン衛生丸まったりね。クリスマスにさ、日割ってもしょうがないからさ、ゆっくりとね、こうまったりとした感じでねやっていきたいなと思ってね。カッポーおんね、警察いっぱいしてる。今日のデート楽しすぎてまたさ、あー、用事を実行しなければならない。で、外の子、サンキュー、ありがとね、キュートもサンキュー。駅側を映してる、そうだね、駅に向けてるね。メリークリスマス、たまたさま、ありがとう。来たか、クリスマス来たか。旦那様、メリークリスマス、Thank you! ありがとう。ちょっとツイートもね、してくるね。してくるね、別にして、出かけるわけでもないけどね。ハッピーメリークリスマス。みんな起きてる？もう寝ちゃってる人もいる？いいよね。メリークリスマース。新宿に集合。
まだ配信中。なりころ攻めます。起きてる？寝てる？メリークリスマース。マリ様も、ゴールの棺様も、ひこち様も、バス様も、テイゾクラ様も、テミル様もありがとね。アマミヤ様もありがとう。トスカチン定食様もありがとう。苦しみますの顔いいね声苦しみます。コマヒデ様もありがとね。メリークリスマース。カップルがいっぱいおるで。走ってる走ってる。電車に間に合うかな。メリークリーミカ様もありがとう。ワルビ様こんばんは。いらっしゃい。来てくれてありがとうございます。え、欲しいも見てたらいつの間にかアマプラ入会したってメール来た。え、メイコか。メイコはアマプラ入ってるけど、そんなことある。アマプラ入会してたの。カブルさっきより増えてるね。でも男性同士もね、今ね歩いてきてらっしゃいますしね。こうね、お友達っていうのもねたくさんいるよ。あれでお一人様。うん、ふくふくさん。いや、ふくふくさんって呼んじゃったよ。クギーさんもコンメイトありがとう。いらっしゃい。クリスマス来てくれてありがとうね。今日ね、新宿のライブカメラでクリスマスの夜の街とは見てね、おります。笑ってしまいそうな。カボディカボディ。カップルかもしれない。あ、まあ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 ね、世界は広いですからね。おや、メリークリスマス、お疲れ様、ありがとう。ハッピーメリークリスマス。新宿のライブカメラでクリスマスのカップルを監視しつつ話す、ここは雑談場所でござる。そう、今はね、そういうの中で、あ、どうした、酔っちゃった。なぜ二人が絡み始めたぞ。酔っちゃった。あ、4人組、5人組ですね。ハイボール50円で酔った。大丈夫？メリークリスマス、多様性の時代だよ。ペテーナーって。ライブコメント、ライブカメラコメントが日本語なくてくさ。ほんとだ、英語だらけだ。笑い？エロエロやんてね。酔っちゃってますね、だいぶね。いや、楽しいでしょ。お友達同士でさ、集まってさ、夜こうお酒飲んでさ、12時過ぎですよ。いや、終電ないくなるよねって言いながらさ、いや、いいんじゃないみたいなさ。で、近いし、なんかもうタクシーで帰るみたいな。私二人絡み始めた。言い方。千鳥足になってたよね。あ、最終は0時52分なんだ。あ、じゃあ、多分それが過ぎたらもう一気にさ、寂しくなるんかな。ジャパニーズ人に気づけば外国の方しかいない。ね、コメント欄さっきまでなんかねえ、な、ミクさんみたいなね、いらったよね。いらっしゃったよね。足もバイトなのでお休みなさい。田野田様、ゆっくり休んでね。ゆっくりするんやで。電車もさ、場所によってはね、途中で家まで行けないよっていうね、遠出の方とかもいるかもしれないし、近場の方しかね、この辺ね、あれだったりするの。いや、今ラーメン屋から出てくる？いいなぁ、この時間に。友達とはね、いい夢見てね。ありがとね、クリスマスありがとう。そばかの話してた。ジャパニーズ男に行った。マジ、何それ美味しいの。冷めたチキンがいる今目の前に。うんうん、一番近い西武新宿行きの最終は0時17分。もうそろそろ終電も考える時間だね。この5人組大丈夫なのかな。ちょっとまだ、なんかちょっとまだ帰りたくはないような雰囲気だよね。それとも出て、あ、もう一人いるんだね。お支払いを、あれかな、立て替えてくれてたかね。メイクはね、飲みに行ったりね、しない。しない。
まあ、多分あの配信1年ほどね、1年ちょっとね見ていただいて分かると思いますけど、あまりお出かけしないお出かけせんお出かけせんです。その絵を描くのと、まあ、今もあの新しくねメイド服変えたいなって思ってるから、そういう作業したいから、酔っちゃうとあの絵がうまく描けなくなるから、してない、飲んでない、あまり飲まないかな。うん、出かけるの明快くる気が自宅から友人の家で飲むな、死なんでしょ解釈っちそう、3人組のレディーだ、いいね、男女出かけするメイコ何もないとこよ、転びそう、いやよく転ぶメイコね、足グギってやるグギグギするよ。ちょっとね、靴が高さがあるものを履くっていうのはあるよね、そのせいっていうのは。うん、人全然いないね、ちょっと待ってね、めちゃめちゃ鼻かみました。あさ、お出かけエピソードはいつもで全然出かけてないのがバレる。一気に人少なくなったわな、ちょっと寝たね、鼻かんだって一緒食べるクリスマスプレゼントください、ティッシュいらんやろ、捨てちゃったよ。ここにとっておきの日本酒があったね。何の日本酒ですか、いいな。このカメラの場所はコラボって店チェーン店なんだけど、患者系が美味しい。そうなんだ、患者系じゃんって何、いろんなお料理なんです、韓国料理って書いてあるもんね。かき氷が消えた、ほんとだ、メイクがボーイン、あ、違う旗が横になっただけだよ、が横になっただけよ、枝なの、旗が横になった、渡り蟹をつけた料理で有名、某有名料理系ユーチューバーが大好き、へえ、渡り蟹、カニなんだ、カニをつけた料理、辛いやつなのかな、カニ氷ね、風で横になったね、よかった生きててくれて、かき氷の生存心配するリスナーおる。キウイっていうお酒、どんなの、ちょっと調べてみようかな、キウイ、キウイナルトか、お酒、お酒死ぬんか、燃えてく系の人、さばいてく、画像検索、すごい、鳥じゃない、キツネや、緑の瓶だ、日本酒、美味しそう、純米、米か、いいですねピリ辛ぐらいで基本甘い、あー、このここぐらいの値段食べれるとこ知らないかも。そうなんだ、カニのつけたやつか、美味しそう、カニのね、やっぱカニってお出汁がすごい、お出汁というかカニの味が強いからね、ね、人が増えたり減ったりしますね。日本酒飲んだことないけど美味しいのかな、日本酒ね、飲み方とかなのかな、日本酒メイクも普段あんまり飲まないです、基本的にはリキュール買ってきてロックで飲むか、スポーツドリンクみたいなね、ちょっと水ではないけどちょっと味のついたねグレープジュースみたいな、ああいうので割ることが多いかな。カニの甲羅でお酒飲むと美味しい、どっかで見たことある、カニ味噌がちょっと
お酒に染みるのかな、ちょっとね。おい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 、どういうこと、どういうカップルこれ。酔っちゃった、私酔っちゃった女性がいる。あ、あ、あ、中央、どん写真撮ってる、だん、おお、これレディ2人か、扱いなもの好き、キュウリ美味しい、そうなんだ、いいな。新宿歌舞伎町、人が減っちゃったね。これが歌舞伎町。メイクは年内またモンスターハンター遊び予定ありますか。あ、モンハンね、やりたいと思ってます。やりたい、モンハンね、参加型やろうね。そう、ちょっとね、あのホラーね、今多かったね、やろうね。海原様、コンメイトいらっしゃい。年内っていうとね、あとちょっとしかないね。どっかでやれたら入り込もうかな。モンハン、アイスボーン、モンハンはなんだっけか。え、アイスボーンってなんだ、アイスボーンって何のやつだ。なんかトラック取った。そう、サンブレイクですけども、アイスボーンのなんか名前聞いたことあるな。プリシェスホラーゲームやったものでも。ありがとね。海原様はどう過ごしていますか。今新宿ライブカメラでね、監視カップル、カップル、この枠で発生する参加型に参加できない自信しかない。サンブレック、そうそうそう、サンブレックですね、メイクがやってんのは。あ、このカメラってあの戻れるんだね、すごいな。レムヤのお兄ちゃん出てきた、手あげてる、前向いた。なんかこのカップル今歩いてるんですけど、今中央あたりにね、これはなんかいいんですね、ご夫婦なのかな、ちょっとなんかそういう。12時過ぎても外にいるもんですね、人は。サンブレイク先当てない、スイッチない、ないのか、なるほどね。お家でピザとケーキいただいた、いいですね、メリクリです。メイクも今ね、チキンもね、固くなってきました。喋り続けてたら、もうチキン冷めて固くなってきた。食べております、みんなとね、食べながらこの街の風景を眺める、夜景を眺めながら、いいリディナー。チキン食べな、本当にね。チキン食べよ、急いで食べる。固くなってきました。ハイボール50円の前にいるレディ2人組は誰を待ってんだろうか。パクパク、ホングホング、ふん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 、あ、声かけた、声かけた、さっきの男性の歩いてる人たち。成功みたいな感じ、あれ、え、この男性はさっきまでなんかうろうろしてた方ですよね。コメント欄辛辣で草。ユリの間に挟まるとかバンシーに当たりする、振られろ、通報しよう、事件ですか、違う店行こうよって感じだよね。
キャッチなんじゃない、あー可能性ね。青服は逆引きボーイ、なるほどね。殴られ息ぐるみ剥がされるめちゃめちゃ辛辣で草これが歌舞伎ちゃん、だいぶ酔ってるもんね一人がね息ぐるみ剥がされたら面白い、確かにあ、女の子でね、結構4人、5人 ?6 人5人なるほどね。あー青服1人になったもんね、あれうちの店どうみたいな、ナンパ一旦を許さないでもあの白い服と金髪の男性のちょっと離れた2人組もグループで一緒に喋ってたよね。あ戻して戻してる、戻してきた、どうした、あ呼べるって、あ違う人に声かけた、あえどういうこと、グルじゃなかった、なんかもうでもあーどうなのかな、いろんな人生があれば打ってくれよごまたする気か、あでもいっ、うん結構話し込むもんなんですね、ああいうのね。今レディ2人組声かけてるよね、え肩組んでるよ、んセクハラだったよ物騒すぎて頭ぶち抜こう草あーいやでもなんか遠くまで一緒に歩いてるから、これはなんか一緒にもうお店連れてく感じ、行ったな、ご案内したね。結構女性の方はね出来上がってるというかね、よってコラをの前で、コラをの前でなんか腕組んでる2人組、さらに腕組んでる人、あカップルカップルカップルカップカップカップ、たまにも映ってるやつあーこの女の子絶対可愛い、今赤いジャケットを男性に連れてかれた、見てはいけないものが映るかもしれないそんなことある、いや意外と街面白いですね、いいですね、ざわ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 してホテル待ったんだしよ草いやいいよ、ちくしょうこの後あんなことよこの子だなんてこと、ちょっとデザートも食べようかな、甘いものも、あラーメン屋から出てきてる、いいなぁ、美味しいんだろうなこの時間のラーメン、現場からってどんなラーメンあるの、ちょメニュー見てもいいですかね、許可を求めるな、バンカラのラーメン、ちょっと今メニュー開こう、何ラーメンなんだろう、バンカララーメンで調べたらいいのかな、意外とクリスマスはいいです、ごとない人もいるね、なんかそんな感じですよね、ね、あ、また声かけてる、あ、3人組すごいね、ゴリゴリ声かけてる、白くんのパー始めた、ほんとにワンカラ公式メニュー、あ、メニューバンカラ、バン、おい、なんか音楽流れ始めた、バンカラ、静かにして、どうしようバンカラが音楽始めた、静かにしてほしい、これバンカラの音、バンカラ開いたらめちゃめちゃ音楽流れた、東京豚骨ラーメンバンカラ、ちょっと静かにしてもらってほしい、でこれ止め方が分かんない、うそー、急に BGM 来た、ミュートにしてたけど気づかなくて、ストロングラーメン
活力みなぎるラーメンが誕生、バンカララーメンは新ステージへ。どういうこと？これ何が乗ってんの？ニンニク？何？ストロングラーメンってなんだこれ。バンカラは、角煮バンカラに合った麺を使用したやつですね。豚骨？ん？たっぷりの背脂スープでこってりとした旨味、角煮のほのかな甘みも絶妙ということで、太麺のこってり系ラーメンですね、バンカラは。ぽいね。ニンニクともやしか。すごいな。めちゃめちゃ。でも食べてはみたいかもしれない。背脂だった。これ背脂？冬季限定ストロングのこれ背脂？油なの？この山になってんの。すごいね。すごいですね。どういうこと？何味なの？油味ってこと？美味しそうですよね。すごい美味しそう。名古屋に似たようなもの食べた？やばい？これ油はちょっと強めなのかな？二郎系とベトコンラーメンが漁ったやつ。ベトコンラーメンとは、油味とは、油味とは。でも美味しそう。いいな。あ、サンタの帽子かぶってる二人がいた。ちょっとこれがそろそろ電車が今一本来た感じだね。ベトコンラーメンとは愛知尾張の方で、尾張だ。尾張は知ってます。めこ尾張好き。尾張好き。台湾ラーメン、なるほどね。尾張っていうとめこの中では刀語りのね、刀語りだよね。終わりじゃない、終わり。終わりじゃないの。どのラーメンも角煮とチャーシュー。屋敷中停してパーって言われた。車がパーって言われた。刀語り、ナッツってチャーリュー。台湾ラーメンとはってるけど、発祥台湾じゃなくて愛知なんだ。あ、そういうこと。はい、よいしょ。新作が出ると聞いた。そうなんです。ありがとう。シリーズがね、めっこちょっと見てないんだけど。そうなんだね。へえー。でもなんか3人組の呼び込みされてる方たちはすごいね。こんな寒い中ずっと何時までやるんだろうね。懐かしい。ただしその頃にはあんたは八つ咲きになってるだろうみたいなやつね。みたいなやつって。あ、ご案内できたよね。一組かな。青服の人がご案内したね。お仕事ね、すごいな。12時半だよ。忙しいんだろうな。ほやこのハイボールの前にいる集団はどうしたの？ハイボールが出てきたのかな？見てなかったな。目を離してた。目を離してただと。あ、甘いもの食べようと思ってフォーク刺したもの止まってる。甘い。ほんとだ、4度なんだ今。あと20分ほどで山手線の最終電車なので、駅方面に行く人が多いかも。なるほどね。飲み会終わって店の前誰てるの好きじゃない。早く帰りたい派かな。
はーん、まあ、飲み会終わったって感じ。おし、うん、後ろの女性、これ頭何つけてんの？トナカイか。クリスマス4度終わったメルカリで4度し、クリスマス終わったらメルカリで売り飛ばされるやつひどい、ひどいアクセサリーやんけよいしょ、チキンチキン、よいしょ、食べよう。ふん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 、おはようさま、こんめいといらっしゃい、来てくれてありがとうございます。今日はね、みんなでクリスマスのね、夜をね、眺めております。ピンクの髪の毛の方がいる新宿を眺めております。来てくれてありがとう。ユンド意外とあったかい？お、なんかその裏路地なんなの？その路地なんなの？ステップ、あ、お店か、ここ。ん？オンラインカフェ？オンラインカフェステップに入ったってこと？ホテル街にライブカメラ今なくなったのかな。そんなのもあるんだ。メイクを眺めてる、ありがとう。お店か。最初裏路地かと思ったら階段見えてたわメルカリ出店されるかもしれない、みんながどんな世界や。ん、ロングスカートのレディおるようで。横にいるのは男性か。え、女性っぽいな。レディ二人組だ。あ、人減ってきた。でも今から飲み行くっていうよりはもうね、もう終盤よね。どうなんですか、クリスマスさ、あんまり外でこう過ごすことなかったりしてくるんですけど、メイコに関してなんか特にね。これ今からもう一回行こうみたいな気持ちになるのかな。3時ぐらいまで飲むみたいな。あるのこれ。ラーメン屋もまだ開いてるもんね、これね、多分晩から。お店がお相手いないか、クリスマスとか言われてもホテル街ね。戻って、違う、青い服の男性が走っておる。元気元気、いいですね。元気ですね、なんかね。クリスマスはストックを爆走するしかない。でもそれも楽しそうだね。車走るの楽しいは楽しいよね。この時間だと朝帰り覚悟ね。この方、この時間に歩いてる方とかはもう別に終電で帰ろうとかっていうよりは、まあ、近くに家があるとか、もう朝まで飲んじゃおうみたいなね。なんだ、女性2人親子だったのかな。私は2軒目にカラオケとか行ってた。あ、そうか、カラオケで朝までとかもあるもんね。いつの間にか往復戻ってきてるやん。かき氷、かき氷誰も買ってかないね。やってないのかな。カラオケで朝まで過ごした時は体調最悪あんまりね、まあ体調万全とはいかないよね。そうですよね。よいしょ、喧嘩かって。うんうん、
かしの4軒はしごしてったの。すげえ、すごい。お時間かったわ、勇者。カラオケ確かに眠くなっちゃったりするのかな。ね、人の歌を聴きながらね、暗いしね、頭がぼんやりしてきたりとかするのかもね。バンから迷ってる金髪のクマさん持ってお兄さん辞めました。あ、女の子2人、これお店終わった感じ、なんかもうなんかそういうお店、なんかすごい格好してる、メイド喫茶みたいな制服とかそういう感じの雰囲気。チキンもガリガリに冷めてます。冷たい。その時間ぶっ通しでアニソン歌ってた。すごい、そんなレパートリーあるの。昼から翌朝まで飲んでたことがある。すごすぎる。そんな飲めるのすごない？酔ったりしないの？レンジエグー。本当にそうなる。まあでも熱々にするのもね、あれだしね。どうせ喋りながらだからまた冷めちゃうしね。冷めたチキンでござる。妹にプレゼントを渡したの。え、渡してない。渡すの？家族同士プレゼント交換みんなするんですか？メイクの冷めたチキン手羽中だから大丈夫、一匹じゃない。みんなするんだ。へー、え、してない、してない、したことない。同じだ。気が向いたらする？いや、しない。で、クリスマスの子供の時にプレゼントもらったよ、あのサンタさんからだよって。二組のカップルだ。そういうことはありましたけども、あんまり大人になるとしなくなるのかなって。うん、やっぱ渡してないし渡されてもないって感じかな。うん、働くようになって介護士にしている。すごい、うますぎる。いいですね。今年は何渡したのかな。プレゼント渡してないとき美味しいもの作ってあげる。いいですね。二組のカフェ。聞こえました？聞こえました？小学校ぐらいにお兄ちゃんがサンタ信じなくなったらクリスマス終わりって言われた。そうなんだ。ご兄弟で一人でも気づいたらおしまいみたいな。長身の男性と低身長霊で、低身長ではないのかな、身長差カップルでしたね。いいなぁ、そういう家族にね。なるほどね。めっちゃ走るやん。クマさん持ってる。これは、これは何なの？なんか撮ったのかな？ゲームセンターみたいなね。でかいぬいぐるみってみんな撮ったりしますか？メイク撮れないんですけど、あれ、どうやったら撮れるの？幼稚園の時、先生に参加いないんですって。そんな無慈悲なことある？無慈悲すぎんか。あ、レディだ。レディ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 メン。どういう組み合わせ？4人で囲ってる。あ、ハイボール入ってった。
確率芸が多いから運がいいことになるほどね。ね思わず出たね。なんか撮ってる、写真撮ってる、誰誰誰、メイク映ってる、映ってないか。めちゃめちゃ走ってる電車が。あ、おっさん様コメントいらっしゃい。今新宿の街のカメラ見ながらカップルを僕あと街の風景眺めております。いらっしゃい。でも電車がって今ね、終電脱進に来た違いたね。それをカメラ見て夜景を見ながらメイコは冷めたチキンを食べております。救急車ピーポーピーポー。やっぱこういう時もね、騒動があるのかな。救急車何回か見てるよね。これが新宿か。カップカップ、二組のカップ、奥へ向かう一組のカップ。高校の時に全力ダッシュで電車乗った友人が車内で入った。そうなの、それ片付けるの大変だね。メンズ4名様ご案内。いいね。あ、レディ2人いるじゃん。台本持ってきて電車に向かって打つ。終電止める。カップルカウンター向こう。えいえいえい。これ仕事仲間なのかな、赤いジャケットと黒いジャケットの二人は男性。いいね、男女五人組。バンカラから出てきた、あの油ラーメン食べたんかな。いいな。今だいぶね人も減ってきてるんですけど、カップリング想像したの、しておらんわ。しておらんわ。あーね、見てガラガラ持ってるレアディ。やばい、この時間だ、どうしようかなみたいな感じ。電車間に合わないしみたいな感じ。あーぐちゃんメリークリスマス、いらっしゃい、ありがとう。マグちゃんも配信してたのかな、ありがとう来てくれて。ハッピーメリークリスマス、今度ホラーゲーやろう。いらっしゃい、ありがとうね。あのキャリーの中身は多分着替え、バンドのお相手、その時だけは T シャツとか、やっぱちょっとシンプルイズザベストの服になるので、で着替えたとかじゃないかな。あの子絶対可愛かったね、哀愁がって言ってガラガラ持って。キャリーの中身はゴーンでしょ。なるほど、詳しい。勝手な妄想でね。あ、ラーディ3人組いる。今新宿のライブカメラでね。どうしたどうしたどうした、レディえ、カップル2人組がなんか見てる。今ね街を眺めてるよ。あ、旦那様おやすみなさい、ゆっくり休んでくださいね。うん、お芝のお兄さん釣るかな、釣るかな。街を警備してます。寒いのかね。4°C の中ね。 4°C じゃないか、4度の中ね。クリスマスか。あ、ハイボール50円から今出てきました。もう12時40分、どうするのレディ2人組。足早いな、もう早速と消えてくよ。え、4度寒いよね。でも思ったけど、言うて12時半でも人は多いのね。電車関係ないのかな。どうやって帰るんだろうね。ハイボールの前で固まってる人は、あ、ハイボール入りませんかみたいな感じだったのかな。
ね、終電ない人はね、あんまり暴れない慌てないですからね。寄せ彼氏の家やろあ、可愛いでしょ、あの二人組。地雷系ファッション二人組とおります。ね、カフェもあるしね、カラオケもあるからね、世の中ね。そう、もうみんな終電関係ない人たち。うん、ひろちゃんチャリで帰る人、歩いて帰る人ね、そういう人もいるよね。地雷系好き？地雷系が好きとかってわけではないけど、別に嫌いじゃないですよ。待ってる、この地雷系こうロリータファッションとかさ、何してもメイコサックスとか、まあブルーのね、カップルっすかね。うん、お兄さん頑張ってるね。メイコの地雷系見てみたい？メリークリスマス、ありがとう。レイヤさん、レイヤさん、メリークリスマス、ありがとう。ナイチョパン、ありがとう。地雷系メイコいらく？ここはかわいとよ。ほんと？メイコね、ケーキ食べる前にチキンが今冷めてる。ケーキ一口食べました。ウーバーって商品届かなくてもお金払って。ほんと？え、ウーバーイーツ、ウーバーイーツ発音、ウーバー頼んだことある方でも、商品が届いたらお兄さんにお金というよりは、なんか多分クレジットかなんかで引かれて注文するときに、それで配達来るんじゃないかな。だからそこで商品が届かなかったら一応連絡してみたいな話になるのかな。チキン冷めるチキンかわいそうライブカメラに、うわ、トナカイとサンタいる。へえ、そっちは面白い。返金できる、なるほどね。アトリエボズ調べよ。ファッション、あおー、ゴシック系、ゴシック系好きだよ。あの、ただゴシック系のね、既製の服ってね、何が悪いかって言うと、腰のラインがね、思ったより綺麗にね、あの、出せない時があるよ。自分でちょっとある程度やんないと。見てのないですか？メイクも身長低いから、ちょっとサイズがあれなだけ。コルセットメイクはつけてないよ。たぶんそこまでちゃんと着込んでないと思う。あのスカートもなんかちょっとしたパニエで済ませるし、済ませますし、コルセット使う、綺麗にライン出すために使うか。ゴシック系の服いいね。新宿もう一個のカメラちょっと覗いてみようかな。メインはこっちで見るけどね、ちゃんと買える場合は買えるっていうから。あ、本当めちゃめちゃ人多い。こっちのがいいかな。こっち切り替えようか。こっちの方が今人多いかもしれない。かわいい、ありがとう。コルセットいい？ほんと？ありがとう。何着てもかわいい、うれしい。やってるやつ、なんでやねんカオスになってそう人多い
今ね、固定に入ってるやつを見てます、今。ちょっと概要欄。怖っ。こうしとこうかな。こっちめちゃめちゃ多いね。こっち人多いね。まっちゃん。はやー。たまにヤクザの喧嘩見る。そうなの？あー、多い多い。見てる人いるね。いっぱい。見てる人いっぱいいるね。344人の方が見てる。これは、どっち側なんだ？東側なの？麻雀のフリー、新宿のまっちゃん。まっちゃんは何なんですか？鍋なのかな？暇なやつは。あ、何これ？このぬいぐるみなんだろう？わかんなかったな。トナカイが真ん中に立ち尽くしてる。キャッチとかスカートハングリーぐらいしか表で喧嘩しない？そうなの？自転車の光がすごい。キャッチか、知らねえって。この24時間運営中、営業中はカラオケなのかな？いいね。自転車歌舞伎町カオス。なんでサンタがミニスカの調子じゃないやん。エプロンつけてるね。サンタの上着をかぶっただけのね、サンタはね。あー、いいね。人多いですね、こっちね。こんな違うんだ、方向で。めちゃめちゃこの左側にあるカラフルの看板は、これレディーたちのいっぱいいるお店。すごい光ってる。チェンジ、ミニスカ。キャバクラか。これをキャバクラなのね。一般通過チャーリーです。キャバクラ、あんまりなんか入ってく人見かけないね、今んとこね。まあ、まだ開いて間もないからかな。ところで、東横の広場閉鎖したの？そうなの？コメント欄まで拾ってくるメイドでござる。あ、友様コンメイドです。いらっしゃい。今ね、新宿のライブカメラ固定にコメントをしてあるやつを見ております。カップル。あ、男性2人。無視してください。何も。すごいね、この構想が。じゃあ、鎌倉行ってみる。カメラに手振って入る。ほんとに。あ、今手振ってくれたの、ごめん、ヒデ様ね。っていう感じでね。チャンネル登録者しかコメントできないか。そうなんだ、これ。ほんとだ。これ、ここでチャンネルコメント登録者。モードなんだ。ほんとに。逆に融資しろって話。なるほどね。はい、ゆっくりね、眠る方は寝てね。アリス様もお休みありがとうね。こちらこそ会いに来てくれてありがとう。ゆっくり休むんだよ。少々も投げられるぞ。うそ、チャンネル登録してこようかな。ちょっとご飯買ってくる。いいですね、何買うのかな。ほんとだ、客引き注意だ。客引きめっちゃしてるけど、客引き注意ってな。赤スパ投げる人いるのかな、こんなところ。こんなとこ誰、悪い口ね。っこのね、誰か見てるか分かんないこのね、モードのところでね。ね、海外に来ね、今日ね、コメントをね、あれしてる。初見です。いいな、初見うちにも来てくれないかな。ね、助かる、みんな助かる。いいな、初見でしたって。うちも負けてられないじゃないですか。
うちも初見ですって誰か来るかな。よし、このカメラに映りに来てくんないかな。お、一般通過チャリだ。我慢便で助かる。タイニッカーさんに日本の風景見れるかもいいかも。確かにね、前に Google Earth でちょっと旅行気分みたいにしたみたいなね。初見です、ビンタしてください。悩んねん。よいしょ。あー、あのツインテール女子絶対可愛い。なんかね、あの白のね、白のモフモフコートね。うん、わかるよ。あ、白のモフモフコートに黒のツインテールね、締めるな。確かに。メイコさんのフラカイドって言ってた。もうメイコーっていうなんか看板持って、なんかすっごい歩いてほしい。ちょ、カンダース食べかけのチケンください。これでええんか。めちゃめちゃ食べかけやぞ。いいな、このさ、白のさ、このモフモフコート黒ツインテね、ちょっと地雷系のね、雰囲気のね。あの子にメイコちゃん渡さないよ。高額の料金を請求したりする人もいるの？そうや、メイク。いいな。どうした、どうした、サンタさん万歳してるぞ。片言。サンタさん万歳しとるで。どうしたの？仕事終わりみたいな？上がりな。99円って何？何が99円なの？あの、お酒？全面にしてみよう。あ、見えない。メイクが設定が悪いな。画質をちょっと。最後尾はこちらですってプラカード持つ。いいな。キーを触れたんか。犯罪者では気持ち禁止されております。焼き鳥全品99円。あ、本当だ。焼き鳥か、いいな。焼き鳥食べませんって今声かけてる、声かけてる。食べない男性2人組。もう我々は食べてきたばっかりですと。レディー2人来たよ。焼き鳥どうですか？あ、いいです。そんな感じだね。焼き鳥どうですか？ダメか。冷たいチキン。安いね。あ、新宿の駅最終電車が発進しました。これはみんな最終電車がない人たち。おー、なんかちょっと、なんか一人のレディーに男性二人組が。これはどういう組み合わせ？レディーはめちゃめちゃ、なになに、楽しそうだね。この手くるくる回して、なになに、パタパタしてる、パタパタしてる。アメリカ国産。あ、やばいやばい。マリカ、これからマリカ、あれマリカのもの。終電なくなっちゃったね。これからどうする？マリカ知る？マリカするなの？あれマリカなの？どうなの？レジ過ぎたからゲーセンやってない。ってことは、お家にマリカをしに行くってことでござるか？で、500匹来てたら 100% ついてく？ありがとう。幽霊屋敷で、今から飲み放題。ASMR でやるの？終電なくなっちゃったねよ。夜のドライブ？え？もしかして、お家でマリオカートで、あれですか？走るってこと？ 200 カップ走るってこと？エクストラ。それ、行きます。なんか、サンタさん隠れちゃったね。もう一人めちゃめちゃ走ってる。どうしたんだろう？もう終電終わってるらしいけど、それでも走る走る。あ、もう一人も走り出した。追いかけたぞ。そういうわけではない。幽霊式で飲み放題食べ放題。あ、待って、奥の駅の方から、駅の方じゃないね、コーヒーなんちゃら駅かな。ピンク色のコートの女性が歩いてきてます。
ツインテール、黒髪ツインテール、前髪はおそらくパッツン。いいね。あれどこ行った？え、止められた？嘘。あ、いる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 。走って終電頑張るのか。トナカイ消えとった。見つけるのは良くない。終電はありません。あー、白にいそう。マスク。おお。あ、お店の方でしたか。なるほどね。よく見つけるね。うん、10時だよ。ほんとだ。楽しいね、これね。全然チキン食べれてなくて。チキン食べよう。うわー、ブランブラン、ブランブラン、ブラン。にゃんちゅうが若干3分の1入ってたかな。チキン食べるか。この名前は1時10分。そうなんだ。もうすぐ1時になっちゃうね。早いね。いや、今バイクの音真似したけど、にゃんちゅう半分ぐらい混じったよね。全然全然チキン冷たいんだけど、チキン冷めちゃったよ。今日はね、そんなに遅くまでね、なんかね、あれしてない。え、バイ、え、え、嘘、バイクの音してない？嘘でしょ。え、怖いんだが。あ、もしかしてベイコ。あ、ごめんなさい、今2つ開いてるから、もう1個の方からバイクだった。かぶるだろ、キャロン。あー、サンダさん頑張ってるね。バイクのモノマネだったよ。チキン冷めちゃった。え、今ね、新宿を2つ開いてたみたい。そう、さっきまで見てたあのバンカラのとこ。え、バンカラ、ミニカ、ミニスカサンタいる。え、ミニスカサンタ来た。バンカラの前にミニスカサンタいる。ですね、あら、ミニスカサンタでね、ちょっとコート着てね、寒いなって膝ぴょんぴょんしてるの。これは入ろうよ。あのマスクの男性は何なのかな。同じスタッフだとしたら、多分ちょっと横にいた方が。メイクサンタじゃない、大障害。店の女確実に引っかかってるよ。それかっこよく言うなよ。俺なら確実に引っかかってるよ。ミニスカサンタ最高。うわー、店長さんかな。やばい、一人でいると危ないからみたいな。あ、レディもう一人来た。そしたらもうレディ二人の方がいいかもね。青服まだ頑張ってらっしゃる。レディ二人をね、左下にミニスカサンタいて最高ね。あ、でもこっち側にも映ってるんだ。そうか、映ってるのか。固定の方にも右側に映ってんのか。太もも最高、生きててよかった。まだ沸騰体がある。寒そうだね。焼き鳥サンタさんも頑張ってる。このね、この子寒そうだよね。こう寒い時にやる動きでね、このね、この上下のこれね、寒いって、膝寒い、足寒いなーって言いながら、あ、お友達だ、手振ってら、振ってら。もう一
一個のカメラ側に女性が手振ってるから。ねえ、寒いんだろうね、これね。固定の方にもちゃんと映ってるんで、固定の方でもう一回メイクを見ようかな。レディ頑張ってる。ボノボノ様、メリークリスマスです。いらっしゃいませ。ありがとうございます。で、この2つのカメラは対角でなんか映してるんですね。知らなかった、気づかなかった。このサンタさんいないと気づかなかったかも。境目にして反対側みたいな感じなんだね。寒そうだから男の人が声かけてた。え、なんかちっちゃい子いるね。さあ、寒いか。そうでもないよ。一時やで。うん。ねえ、メイコもこの、うん、レディのおかげで気づいた。もう二つ食べてる。いいね、いいね。冷めたチキン、冷めよ。チキン冷めちゃったよ。まあ今年はあったかいもの食べれたんじゃないのかな。あー、すごいいいね。ロングスカートスリット入り。あ、男にの方がいらっしゃるわ、横に。なるほどね。あれ、レディだったね。あれ、さっき男性に見えたの。後ろ姿レディやん。チキン買う。チキン食べよ、チキン食べよ。の句は国語。なるほどね。レディ二人いるね。チャンネル登録者モードってのなかなか地味にいいな。なぜ声かけてる。かき氷食べる人みたいな。時間帯のせいかな。ね、カップル、そこまでカップルっていうか普通にお友達と遊んでる方も多いですね。カップルが歩いてる、カップルが歩いてる、カップルが歩いてる。下、上位。カブルはもう、ね。女の子3人組もいるよ。しか出てこない。ありがとう。絶対言いがかりやないか。
の青服の客引き男性がライブカメラ2の方でお顔がすごい見える1時なのにね、全然また女の子3人が見るね。あ、1人はスカート短め。うん、2人短いね、いいね。さっきの短さはちょっとすごかったな。戻った？おかえりなさい。なぜかスカート情報が詰まってくる命にかけてるよね、ファッションにね。4度やで。スカートの内側にホッカール貼ってるかもしんないけど待って、あの男性、あのズボンずるすぎてない？ね、ライブカメラ2の真ん中の男性さ、青いジャケットのJパンの方さ、ほぼ下着出てない？腰パンとかじゃなくてお尻半分ぐらい出てなかった？落ちるとこまで落ちてた。お尻出てた。俺たちを誘って。そんなことある？開けたらいかん。寒いのにファッションでね、命をかけてらっしゃる。一血しとるでって。今何のことかなって思ったことで、ちょっともうね通り過ぎちゃったんですけど、固定のコメントに入っているライブカメラを見ていたら、あの腰パンとかじゃなくてお尻がもう半分ぐらい出てしまってる男性の方がいらっしゃったので、思わず大丈夫って思ったっていう話でございます。自慢の霜焼けできちゃうよ。自慢誘って誰をや。腰パンじゃなくて本当にケツパンでござった。あー、警備隊3人組が歩いてるけど、その前に女性がね、なんかね、お客さん呼べた。これ警備員の方？黄色い、いいね。大丈夫、真ん中大丈夫？酔った？よろしちゃったの？大丈夫？転ばないでね。結果どこでよかったな。取れ高だったね。で、警官というか警備なのかな？マスクね、してない方もいらっしゃいますね。メモ様、いらっしゃい、コンメイト。今新宿、固定コメントにある新宿のライブカメラを見ながら、みんなでのんびりとクリスマスを過ごしております。警備に見える警察官、警察官なんだね。大変やな。あ、レディ3人組が歩いてきた。お、お、お、麻雀？麻雀？どこに入ってた？判決を捕まえに来た。判決を捕まえに来たのは草。ね、麻雀なのかな？麻雀ではない。そうだよね。麻雀ではないよね。なんか雰囲気的にはね。ちょっとその手前に入ったのかな？カップを浴びてるね。おすおす。ね、こうサンタの方とカップルはどういう感じ？カップルではない。いや、カップル？え、店員同士か？サンタさん元気やな。コメント欄にさ、こいつは昔は砂遊びとかしてた。あれなんかセンスありすぎないですか？
この人をこんなところで拾って笑われてるとは思ってないんだろうな。この砂遊びとかしてたんかな。さっき見て笑ってました。してただろうね。ジャングルジムで遊んだりしてただろうね。本当に急に過去回想でトンネル掘ってね、水流して開通とかね。おはようございます、皆様。お寝落ちしてた？いらっしゃい、ありがとうね。今ね、カメラちょっと一個変えて、にぎやかの方見てるんですけど、そこにあったコメントがちょっとセンスありすぎて笑っておりました。この街でね、こんな夜中まで遊んでる人たちを見て、こいつらも昔は砂遊びとかしてたんだ。ありがとうございます。いや、ちょっと思わず笑ってしまいました。コメントに拍手を送りたい。センスあるな。おお、じゃあみんな時間とともに汚れていくんだよ。この方もね、昔はね、砂遊びとかね、このどこから使おう。これはちょっとベストでしょ。メックンはでも砂遊び、メックンは砂遊びしましたよ。メックンはね、お父さんがあの砂場作ってくれたから、砂場で遊んでた。これいいな。これはちょっと心のノートに書いとこう。有山さんおやすみなさい。ゆっくり休んでくださいね。おやすみなさい。この人最後名言爆誕ですよ。砂のトンネル掘って喜んでたよ、みんなね。ひどい、笑ってしまう。いいなぁ、城のお城、砂のお城作ったね。寝る方はほんとあったかくしてるね。砂団子も作ってた。なんかね、岩とかゴリゴリしても入んないのに、なんかサラッサラのさ、きめ細かい砂だけを一生懸命さ集めてさ作ったお団子はちょっと硬いのよ。砂場に落としたのは作ったた。先生落としたの。田中さんも来た。おはようございます。砂遊びって言葉がね、ほんとだよね。昔は赤ちゃんだったとかそうじゃない、砂遊びしてたっていうのがちょっとね、じわじわくるよね。砂団子めちゃめちゃ極めた。いいね。めちゃめちゃ怒られた。そりゃそうよ。ツルツルの泥団子とか作った。メイクも作った。砂遊びしてるのセンス高いね。ガチャガチャで綺麗な砂団子作るの頑張った。いいね、いいね。この人すごいな。純粋だった少年時代を人がいる、いい言葉だね。てかまっちゃんの前にあるあのサンタの格好してるてかトナカイの帽子の子もミニスカですね。寒そうだけど頑張ってる。黒タイツのミニスカートとかね、すごい。今7伝いでね、確かにね、ミニスカが3組も見えるなんて。おう、カッポー、おう、カッポー。車危ないね。夜の街ってすごいね。女の子の客引きは給料さそう。あー、どうなんですかね。ロケランジョンベ、なんかいい顔してんね。今からスマブラやるみたいな。スマブラで一発スマッシュ決めるかみたいな。給料一緒なのかな。
ね、お外寒そうだよね。あれ、中の店員と同じ給料なのか気になりますね。それとも別々にもそういう専門のスタッフなのか。スマブレールフリーで履いてる子が結構引きしてるかも。なんかね、ホールとかのね、ちょっと時間空いてる人がね、外出てるのかなって思うけど、寒いよね。あの子地雷系かな。あ、そうだね、地雷系かと分かんないけど、白いコートにモフモフミニスカ、え、サンタの格好してる。え、違うね、え、サンタか。あ、すごい白兄さん、サンタ白コート、スマホから触ってるってことはリスナーリスナーか。あー、お客様を一人ご案内でした。お客様を一人ご案内でした。お店の子か店の子かなあ、お店の方でしたね。え、この次の新書のすごい黄色い帽子目立ちますね。顔が入ってるひでえです。白ニーズ流行りなんかな。まあ、なんかクリスマスだからさ、サンタ衣装とかってさね、ちょっとね、白タイツとか白ニーズとか白とさ、赤でさ、揃えることがあるからな。バンギャって感じの方が歩いてらっしゃる。パグチャー様、コンメイト、おいらんさん、今個展につけてあります URL、 新宿の歌舞伎町ライブカメラ2を見ております。見ながらまったりと過ごしております。ちょっと美人かもしれない。中に入ったらバケおいでコントラストね。メイコのミニスタサンタいつも待ってる。今年ね、サンタさんのあれできなかったね。あのヘッダー用のね、前去年は作ったよね。ヘッダー更新したいね。客引きしてて昔は砂遊びしてたんだよな本当だよね。もういつまでも使われるよこれ無視してきたか。偉いのか。お、奥から結構人が来るぞ。レディーたちが来るよ。今はそんな遊びか。みっこもいつか離っちゃうのかな。なんか寂しいワードやな。フィの方は正月衣装、クリスマスにハロウィン衣装を着替える。確かにね、ちょっとどうしてもこの時期忙しくてなかなかね、依頼すればよかったかな。お正月とかね、正月まで間に合うかな。間に合わねえな、もうあと5日やな去年はね、いろいろ準備したんだけど、今年はね、今年はてかね、まあ、あのハロウィンにね、新モデルということでメイコもね、やってはいるんだけど、猫の星の方は問題無理で眠くなるから。眠くなっちゃった？無理せず眠んでるんだよ。そんなに依頼できんよな、まあね、無理しないで休んでた。金かかる？でも楽しくて好きでやってたりもね。うわー、スカート短っ。後ろの男性2人組もいるのはカップルなんすかね。体調ね、今元気ですね。猫キャナゲありがとう。昨日の頃も寝落ちしてた。昨日の頃はちょっとね、計画はね、ちょっとなかなかできてなかったからな。ね、メイコもね、そろそろね、締めにして寝ましょうかねとは思っております。全然食べてなくて夕飯食べてなくて、今ケーキ食べるかな。チキン食べるのはなかなかね、
マックルームすぐね、クリアしちゃったんですよ。それでね、あれしたのよね。夕飯食べてもらって、チキン冷めちゃったのね。今明日でもケーキはすぐ終えちゃうか、食べた方がいい。チリしなーってまあどうせね、配信喋ってるとまた冷めちゃうからいいかなと思ってね、のんびり食べてた。ケーキ食べてない？メイクは今日ね、最初のね、冒頭に話したんですけども、なんかもうケーキとか買いく元気がなかったから、もうちょっとね、さっと手に入ったチョコのね、ロールケーキ食べてます。しゃべらなくていいからチキン食べてあげて。クリスマスだからカロリーはゼロ。いいね。ケーキ朝の夜には食べる？いいね。チョコの生クリーム入ってた。美味しい。うん。チョコの恵方巻き。ローストビーフ。そんないいもん食べとらん。そんないいもん食べとらん。もうなんか手短にというと大変失礼ですけども、わざわざお店にちょっと行くほどでもなく、ちょっとサクッと見つけてきたお惣菜の手羽中のチキン食べてます。ケーキはロールケーキも食べてて、ケーキはね、普段ですとベリータルトが大好きです。ローストビーフ食べたいな。もうね、もう一回家を出てちゃんと約束通りチキンといいデザート買ってくるっていうのはちょっとね、守れなかったけども、もう無理しないで手に入ったものでお会いしました。オマールエビ。エビいいなー。カルパッチョ食べたい。そう、スーパーのね、コスパいいですから。そう。いい、美味しいから。手羽中美味しい。手羽中チキンはいいぞー。病院やってない、確かにね。カルパッチョ食べたいなー。ベリータルト美味しいですよね。そう、ベリータルト美味しい。なんかシチューとかローストビーフみたいな、なんか作ったらよかったのかなと思ったけど、作ったところでね作ったところでね、材料ないしね。ではなんか美味しいよ、酒飲んでる人。飲んでるものはジャスミン茶でございます。ジャスミン茶もね、ないんで買いに行かなきゃいけない。風船持ってるレディール、いいな。風船1個欲しいな。緑のギラギラの風船欲しい。救急車は病院行ける。手羽中つかん。チキンは寒くて震えている。風船割りたい。シチューみたいの。シチューって問題はずっと食べ続けるのが、スカート短っ。ディズニー帰り。スカートエッチじゃんって。今日買ってきたフルーツタルトのサクサクのパイ生地がタルトシートにトロトロのカスタードクリーム、めちゃめちゃ美味しそう。高かったけど美味しかった。いいな、エルノア様の。いいな、ディズニー帰り風船なのかな、あれね。スカート短かったね。思わず言ってる言葉が止まってしまったよ。メイクがいるからチラ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 。今のメイク的にポイント高いみたいな。
カスタードクリーム美味しいですよね。弾丸もしてくんでしょ。万能か。シュークリームをあれですか、胸元にこう詰め込んどいたら銃弾に撃たれても死なないってこと。そういうことではない。誰か知ってる方います。あ、そう言うてでも人減ってきましたね。冷静になったら名前の前でもなかなか刺激的。なるほど。んって違うの。でもそういうことだよね。もう涙めちゃめちゃになるだけ。どういうことだってばよ。いや、カスタードって衝撃に強いんだって。一瞬ちょっと凝固するんだって、衝撃与えるとね。だよね。ってことはカスタードの詰まったシュークレームを胸元にこう2つ詰めといたら銃弾で撃たれても死なないってこと。カスタード、あ、繊維が組み込まれて、そうなんだ。今の発言が衝撃的だった。ちゃうんか、ちゃうんか、そんなわけないよって。シュークリーム2つ詰めといたらいいわけじゃないと。ダメか。やばい、すごいミニスカの、やば。ええ、ちょっとアップにするね。ちょっと待ってて、みんな静かにして。え、トナカイ、あ、お尻のあたりのスカート短さ気にしてるね、ちょっとね。熱上がってきた。もうしんどる。スジがめちゃめちゃ幸せそうなカップルはいたかい。カップルはね、ちょいちょいいました。違います、あのお店から出てきたトナカイのお姉さん、めちゃめちゃスカートいいね。アップアクさん、シュークリーム胸元にしなめさせて、ええやん、ええやん。幸せそうなカップルはいなかったけど、パンツ出てる方はいましたよ。もっと下から撃つぜ。隠れちゃってるよ。ちょ、もうちょっと、んー、位置、立ち位置。腰パニキやね。チャンゲの内容できたやん。カスタードじゃなきゃ小麦粉とかした液体でも同じ。あ、そうなんだ。すごいね。あ、そう、見えて見えた。すごいいい感じに見えてる今。めっちゃ短。うわぁ、ちょっとふわっとするスカートいいですね。判決おじさん言えてるじゃないよって。ヘッチじゃん。まあでもほら、スカート裾直すもんね、何でも。結構やっぱちょっと上に上がってきちゃう感じするのかもね、洋服的にね。おお、見える見える。前の女性もまあ短いっちゃ短いけど、こうなんかこの感じがいいね。幸せな冬の日、せいさんほんとその通り。今ミニスカの女性を見ながら、どういうこと。うー、アメリコのこと捕まえに来たかな。うー、ミニスカを監視してたら、うー来てるんだけど。あ、うー来てる、うー来てる。お店の前やな、さんめちゃスタイル良さそうね。あー、手前から歩いてきてる。あの人もスカート短め。サンタだけど黒いのもいる。トナカイか。ジャンプするよ。違った。あ、どういうこと、どういうポーズ。言わされろ。逃げろ。どういうことやね。消すのも大変ですね。ジャンプしなかったですね。ナルト走りするかと思った。メイクジャンプするのかと思った今のか。あ、なんかあのすごい、あのなんか白いコートのショートコートになんかグレーのスカートの子、ニットベレー帽かぶってる。何してんの俺、口歯磨いてんの。違うか。この方もスカート短めですね。手前側今歩いてる方。もうあの3人組いいな。画面凝視してたら隠された。リンゴ飴食べてたニット。なるほどね、確かにね、可能性はあるよね。
情報の7割がスカートスカートレディ見かけるためにテンションが上がる配信はここかな。いや、あの奥にいるね、ちょっとピンクのねコートの女性が歩いてこないかなって期待してるんだけどな、なかなか止まってるんだよな。なんか舐めてたね、口ね。歯磨きだったかもしれない。いや、でもね、そんなに思っていいカップルというよりはお友達同士で遊んでる方が多かったかなってね。で、1時半だし、そろそろね、今日は終わりにしようかなって思います。本当にみんなありがとう、一緒に過ごしてくれて。ケーキもね、あと一口二口で終わるんでね、食べちゃおうかな。ん？チキンはね、もう食べた、なんとか。うん、冷めたチキン震えてたけど食べた。明日はフルーチュワールの早めに見てつけて、うん、ありがとうございます。無理はね、しないようにします。ありがとうございます。あ、今度会ったら映り込みに行く。本当に？じゃあやる。はい、ということでね、1時半になりましたので、今日はね、そろそろいい時間かなと思います。うん、ね、みんなとのコメントのやりとり楽しかったです。ありがとうございます。うんうん、アラスカのライブカメラ。誰も来れんて、誰も来れんて。ああ、アリュー様、アリュービト様、コンビト。ちょうどね、もうそろそろ終わろうかなって時なんだけど、来てくれてありがとう。明日はね、一応面言の予定なんですけども、メイコの体調次第でございます。一応配信があるとしたら面言だと思っててください。うん、ちょっともしも、まだ熱が下がらないなとか、あんまりにもひどかったらちょっとお休みさせてもらうかもしれない。そんなね、もうそんなだよね、今来たばっかなのに。無理しない、ありがとね。そうそう、あの、無理はしないからね。今日もね、ちゃんとお薬飲んで、あの、ドラゴンボール見て、あの、ごはんくんかっこよくて、っていうの見回ってから来たから、どういうこと？つまりなんか、情報が、ドラゴンボール見てるな。見てるさ。熱下がって休んでほしいからね。ありがとね。そうそうそう、今日熱がね、38度6分あってね。36度8分あって、36度8分は平熱やな。38度6分あって、一応薬入れてドラゴンボール見ながら休んで、37度まで抑えたから配信決行しました。リシートに、スマホ取り上げろ。どういうことだってばよ。ウィーデルウィーガール、ありがとうございます。ウィーデルさんのモノマネというかね、ちょっとね、寄せようと思ったら、ある程度ちょっと近しめになれるのかな。動画とかゲーム、この後はね、寝ようと思います。いや、だからみんなは心配すると思ったから、あの、ツイートはしなかった。文字で言うと、深刻でしょ、なんか。今日になんか、38度6分ありますとか言ったら、なんか深刻でしょ。だから自分の中で配信できるなみたいな体調になったら、なったというか、いけるなと思ったから告知して、もうちょっと休んでで来た。悟空も病には勝てなかった。その通りや。はい、お助かる。ありがとう。ここで今日心配ない。そりゃそう。38度十分深刻や。そう。深刻なんや。でね、どうせ布団に入っても布団が温まらないんですよ。なんか、ね、その時そうだったの。だからドラゴンボールつけた。ドラゴンボールつけて、ごはんくん見て、あの、パンちゃん見て、みんな映画見た？うん。楽しかった。結構ギャグテイスト強めだったね。よかったよ。師弟関係も。うん。風任せとき系だからね。その通り。というわけでね、今日はね、作業をしないで寝ようと思います。ドラゴン見たら高くなるの、ロックさん。ムーブがロックやな。
そう、トヤミカ寝ろ、その通りでござる。今日はだから、今日はもう寝るよ。もうちゃんと寝る。だから途中でハエっていうツイートはない。しっかりとあの暖かくして、とりあえず何ができるかな。カイロないから布団に入って自転車こぐような感じで足をバタバタしようかな。ドラゴンボールは断面に効くってこと？そういうこと。したら怒られる。確かに。お大ちゃんありがとうございます。みんなもね、そんなに心配しすぎないでください。配信できるって思えるほど薬飲んで温めて熱も下がったからやってるんでね、大丈夫でございます。こんなね、子供じゃないから無理してまでやろうとかじゃなくて、普通にできると思ったからやったからね、そこは安心してね。気をつけてありがとう、本当に。なんかでもね、大丈夫、ゴーストいっぱいいるから。したら怒るからね。やってることが子供なんやってなんやって。はい、というわけで皆さんが今日はね、一緒に遊んでくれてありがとうございました。うん、そう、ヘイコが配信したってことはいけると思ったからしてるから大丈夫、ありがとね。はい、ゆっくり休んで。というわけで、いいクリスマスのね、夜一緒に過ごせた。今日クリスマスまたいだもんね。クリスマスイブ、クリスマスとね、共に過ごせました、ありがとうございます。明日の25日に関しましてですけども、配信が体調によってできましたら、免言というね、配信になりますので、もしね、メンバーの方はなんとなく頭の片隅に入れといてもらえたら助かります。はい、そう、あると思ってって平気だと思うんだけど、ダメだったら普通に休むねっていう、今日は配信なしってちゃんと言うから。うん、ではみんな、ゆっくり休んでくださいな。みんなありがとう、メリークリスマス。おやすみなさい。バイバイ。